どうもこちらめめです。今日も神 VS 神の解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。さあ、これは開幕 DT4 かな ?DT4 ですね、この開幕は。まあ、だいたいツモで開幕は決めているので、まあ自分の見ればだいたいわかりますね。さあ、大見のミスって、相手の組む時間を少し与えてしまったのが痛いですね。DT4 から T スピンミニ、これ連に切り替えて、T ミノまで積み込んで、しかし連打がこれここまで積み込めれば割と強いぞ。マフワスさんは3ダブで止めてきた。これは意図的に止めてますね。1ライン攻撃が来て、その1ラインも火力にできるので、割と強いですね。19連まで。それに対し、マフワスさん青ハッカー。青ハッカーだよな。黄色ハッカーすると3列目の青が飛ぶんで、おそらく青ハッカーだったけど、赤青の8字引いて1連伸ばしてきた。これはどうなってんだ ?7 ダブの8ダブの9連か。なるほど。さあ、俺ちょっと打つタイミング早かったですね、これは。本当はもっとカサカサして、10連サ目とかにできれば後打ちしたかったんですけど、ちょっと落下時間がなかったのかな。それで設置されてしまって発火して返されてしまった。これはミスですね。ちょっと打つタイミングを見誤ってしまった。さあ5連打たれて T スピンダブル。さあここ欄干で T スピンシングルでした。テトリスボレ狙いたかったが妥協してシングル。T スピンダブルで、これは赤ハッカーの3連鎖か ?1 列目に幽霊で赤が乗ってれば5連鎖、緑まで繋がってたけど、入ってなかったですね。さあ T スピンダブル、テトリス、緑の2ダブ、テトリスボリー、じゃない3連鎖だった。幽霊で青が乗ってたのかなってことは。幽霊で青が乗ってて3連鎖だった。T スピンシングル、T スピンダブルテトリスを。さあ、しかしこれ、開幕連だったので、連一発で差し切れないとなると、まあ、時間がかなり経過されてしまうので、もうこれすでにマージン入ってますね。さあ、辛いぞ。3ダブ4連の5連鎖。5連鎖まで、打たれて、穴わらがかなり来て、だいぶ辛いこれ。2連に対しテトリスで返す。と思ったけど、これはホリレン繋ぎましたね。穴バラを早めに解消するためにホリレン繋げた。さあ4打振って、おっとこれ刺さるか?赤ハッカー埋まって、黄色ハッカー埋まって刺さる。これは珍しいですね。だいたいマージン入ると、ほぼほぼ負けだと思ってるんですけど、これはうまい感じに勝ちをもぎ取れた感じかな。あ、こうね、まあ不利な状況でも、まあ、しっかり勝ちをもぎ取るっていうのはやっぱり重要なので。さあ、T スピンダブルでテトリス。T スピンダブル。さあ、間に合った。イバラ、でかい。あれ、イバラで帰るのやっぱでかいですね。さあ、黄色ハッカーの2連鎖。T スピンシングルから T スピンシングルじゃない、 T スピンダブルテトリスを。積もって積もって、おっと、なるほど。引けた。しっかり8-1見て最速で積もって6連鎖打ってきましたね。さあ、テトリスと。手1段弱。ヒールハッカーの2連。俺掘ってって、1段振る。さあ、4連。これは受けて、T スピンダブル打つでしょう。T スピンダブルで返す。テトリスボリー。紫ハッカーの3連。埋まって、単発で削ってどうだ?俺ダブルだが、どん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 ドネイトしているが、ちょっと T ミノ消費してしまったのが気になるな。しかし刺さったか。まあ、今のはおそらく無理だと判断して諦めたんでしょう。まあ、いい感じに
コンスタントに火力を送って刺しましたね。あ、パフェ済み。パフェ取れて、2連パフェ狙ってる。が、しかし、パフェはやめて、普通に積み込んでますね。さあ、2連さあ。T スピンダブル、緑ハッカの、どうなってんだこれ。2ダブの、4ダブか。2ダブの3連で4ダブ。非常にわかりにくい。さあ、綺麗にテトリスボリー。かと思いきや、ちょっと下穴埋めたけど、まあまあまあ。これは全然問題ないんで、大丈夫でしょう。さあ、4連で完全操作いい。テトリス、T スピンダブル。シングルにした。シングルにして DT 砲にしましたね。DT 砲で、青ハッカでこれどうなんだろう。5列目に幽霊青乗ってるか？乗ってなかった。3連さ。後打ちで5個振る。2連で完全操作いい。赤ハッカの3連さ。これ平積みですね。相手を見ながら平積み。と思ったら、なるほど。そっから発火で3連鎖。ちょっとこっちも速度落としてますね。相手の場面を見ながら、まあ、ちょっとどうなってるのかすごい分かりづらいので、だいぶ速度が落ちてますね、やっぱり。戦ってみると分かるんですけど、やっぱりね、連鎖が非常に見にくいので、まあ、あれぐらい速度落とさないと、しっかり凝視ができないと。まあ、いうことがもう、見てて、すごい分かりますね。リプレイ見ててもわかる。じゃあ次見ていきましょう。まあね、やっぱりね、リプレイで見ててこんだけ見づらいからね、実戦だと本当にわかんないんで。開幕 TSD で、これ TSD パフェは強い。TSD パフェはかなり強いですね。さあ4段振って、しかし火力を送るのに少し時間がかかっている。T スピンダブル、6連打たれて、うまい。S ミノと思ったが、S ミノミスる。これ、L ミノ回転入れて、しっかりリカバリーして、黄色ハッカの2連鎖かな ?2 連鎖。2連鎖はテトリスで返す。テトリスをおっと刺さる。これはどうだったんだろう。ちょっと今自陣みたいだけど、普通に刺さりましたね。運が悪かったのか、どうだったのか。さあ、T スピンダブルから、普通に DT 砲ですね。DT 砲打って、TSD、紫白化の、5連鎖かな。さあ、3列目に2個振る。3列目に2個振ったのはちょっとでかいぞ。ダブルだが、T スピンダブル、T スピンダブルで打って、イバラ。これは刺さりそうかな。刺さりましたね。まあ、3列目に2個振ったのが、でかかったかな。まあ、1個だったら全然紫ハッカー、縦3で受け広かったんで、発火できたんですけど。まあ、2個振るか1個振るかっていうね、場所も重要になってくるんで。まあ、そこはね、まあ、運なんですけど。まあもちろん運がいい時と運が悪い時っていうのはあるんで、まあそこら辺はまあ割り切るしかないと思います。さあ DT 砲から、アメミヤ砲で STSD、黄色単発で削って、青発火の、4ダブ ?4 ダブ。4ダブはしっかり受けてから、テトリス打って返す。テトリスボリー。これ、欄干狙ってますね。欄干で、T スピンシングルから、テトリス。で、もう一回 STSD、イバラ。さあ、2個振った。2列目に2個振ったぞ。さあ、緑ハッカーで、1、2、3、4連鎖。4連で、これ、連を繋ぎますね。おっと、今のはどうだったんだろう。諦めたのか、回しミスっ
ったのかちょっとわかんなかったけど、まあ、こちら後打ちの準備できてたんで。まあ、問題はなかったけど、まあ、4連あったんでどうだったかな。量的には、だいたい多分同じぐらいだとは思ったけど。回しをミスったのかな、多分。もう一つ見ていきましょう。やっぱりね、その、火力、連を繋げられてると、まあ、プレッシャーかかりますからね。特にその、やばいですよ、みたいな、びっくりマーク、びっくりマークじゃない、注意事項マークみたいなのが出るんで、それがさらに、焦らされるというか、そういうところで冷静な判断するのはね、結構難しいんですよね、プヨ側も。さあ、これ平積みで、赤ハッカの3ダブ、じゃない、3ダブ、4連、5ダブか。うわぁ、わからねえ、マジで。しっかりお邪魔全部巻き込んで、5ダブ。見えないっすね、ほんとに。さあ、ダブリ消し。ホーリーに、手にライン消し。紫ハッカの、これ全部繋がってんのか ?5 ダブの6連か。でかい。T スピントリプル打って、T スピンダブル。3ライン消しで妥協してテトリス。これテトリス彫りになってますね。しかし、T スピンダブルにした。T スピンダブルテトリス。T スピンダブル。黄色ハッカー。黄色ハッカーの、2ダブ。3連。さあ、これアイスピンから T スピンダブル。こういうのは重要ですね。しっかり。先に作っといて、アイスピンしてから T スピンダブルと。ああいうのもかなり重要。アイスピンが知ってないとできないことなんで、まあアイスピンは覚えるのもかなり重要ですね。先に屋根をつけても、アイスピンから T スピントリプルが打てることは覚えた方がいいです。さあ先読みして、T スピンダブル、ダブル消し、まあ穴的には悪くないですね。かなり直列で残っているんで。割と火力は出そう。ダブルダガーで、T スピンダブル、テトリス、T スピンダブルと。黄色ハッカの2ダブ。さあ、引けた。2ダブ。削ってテトリス。赤ハッカの、ね、3連鎖だったが、ちょっと引けずに刺さる。5列目が低かったんで、赤ハッカできなかったですね。さあ、DT 砲で。DT パフェルート。しかし、これは平積みに変えましたね。平積みに移行して、どん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 テトリスを。黄色ハッカで、青ハッカまでいけた。さあ、これは相手見ながら、7連まであるのか。うまい。あ、これはもう想定外ですね。相手見ながらやってるんですけど、これプレイ中の俺もおそらく想定外だったはずです。さあ、シングルから掘りに行くことを選択した。さあ、相手これは明らかに同時消しの火力高いんで、後打ちでしっかり軽減させて、なんとか耐えに行く。アップデート後の内容は、その、総裁側、後打ちの火力は低くなったものの、総裁の火力は一応変わっていないので、なんでしっかり耐えれるときは、後打ちで総裁に回ることも重要ですよね。付与側に火力は送れないものの、総裁量は変わってないので。さあ、T スピンシングルで、割といい地形ですね。テトリス、T スピンダブル。削って、連つなげて、黄色を捨てずに、ネクソミテ捨てずに発火してきましたね。3ダブの、5連鎖。テトリス、2。さあ、どうだこれ。もうすぐマージン来るか。マージン来るとまずいよ。テトリス。いやー、うまい。7連アンドか。
これも予想外ですね。普通に耐えられると思って相手見ながらやってたら、なぜか7連鎖飛んできて刺さると。こういうね、予想外に火力を飛んでくるんですよね。さあ、普通に7連の火力が送られて刺さる。マージン入ってたかな？マージン入ってたら、さらに火力も増加されてるんで、うん、きついですね、かなり。耐えるのは。さあ、平積みで、どん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 平積みで、紫ハッカーの3連だったが、引けずに、81引いて3連。こちらは、どん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 平積みで、2連テトリスで返す。テトリス。青単発って、黄色単発って、打つものの平積みで刺さる。これはもうどん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 火力を食って刺さりましたね。悪くなかった。しっかり相手もちゃんと見ながらやっていたと思うんで。あ、いいですね。あ、これアイスピンからの、パフェ。で、Tスピンシングルから Tスピンダブル。さあ、これは緑発火の2連鎖か。しかし緑が来ない。おっと、回しミスったか。緑発火で2連鎖打ってから、青発火だったのかな、多分。しかしまあ、おそらく今のは回しミスかな、多分。まあ、かなりね、操作速度を求められるので、まあ、ああいうね、回しミスは結構ね、してしまうんですよね、プヨガは。どうしても。うん。速度を出さなきゃいけないっていうね、焦らされるんで。まあ、しょうがないと思います。はい。はい、じゃあまあ、こんな感じで。まあ、今日もお疲れ様でした。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。